生代表、早くから自己球場に来ていただきましょう。スワットのさん、こんにちは。スワットの自己生で、スワットの自己球です。そして私の方たちは、ゲストさんのマミちゃん。はい、よろしく。これでなんかウキウキしてるね。はい、そして、マスコット、トルコ山井から。つまみちゃんとキッズのコーナー、つまみちゃんとあそこ、今日も3回のラッシュのところに行います、どのキッズが選ばれるかな、つまみちゃんからの素敵なプレゼントもありますので、どうぞお楽しみに。さて、今日からこの3年生はですね、東京ヤクルトスワローズアカデミー、スワローズクルーデーでお送りしていきます。今年2回目の開催となりましたね。スタンドを見ているとね、クルーユニフォームを着て、大津のそのファン皆さん来てくれてますね。どうもありがとうございます。あ、高橋さんもいらっしゃいて、どうもありがとうございます。皆さんと同じこのクルーユニフォームをスワローズは着て戦っていきます。みんな一つになって盛り上げていこうね。さて、スワローズはね、仙台でのセパ首位対決勝ち越して、この神宮球場を持ってきてくれました。今日から神宮でね、6年生、まずはね、今日の試合いい形でね、勝利できるよう、ファンの皆さんの熱い応援の力でチームをプッシュ、後押しで、そしてみんなこのチームソロでね、勝利をつかみ取りましょう。今日も応援よろしくお願いします。そして内藤さんの応援の皆さん、今日も応援できるとよろしく。さて、今日から千葉ロッテマリーンズを迎えての3連戦となります。マリーンズファンの皆さんも早くからようこそ神宮球場へ。皆さん、こんにちは。早くからご来場ありがとうございます。両チームでセンター交流戦、マリーンズスワローズ共にね、ナイスゲームを期待して、共に皆さん気持ちいい手拍子を盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。さて、ご来場の皆様にお願いです。飲食以外は必ずマスクの着用をお願いいたします。また大声を出しても声援はご遠慮ください。皆さんの安全を守るためです。ご協力お願いいたします。東京ヤクルトスワローズ公式チケット販売サイト、スワチケのお知らせです。スワチケでは現在開催中の日本生命センター交流戦、そして高校戦と6月26日のジャイアンツ戦までのチケットを販売中です。スワチケですとね、お好きな、皆さんが、ね、好きな席を選べますので、ぜひスワチケでチケットを買い求めの上、入場を応援に来てください。お待ちしております。さらにこちらにはですね、千葉ロッテマリーンズマスコットマーク、はい、千葉の方は M スプラッシュ、さらにファッション代表で順来に来ていただきました。いやー、マーク久しぶりですね。いやありがとうございます。どうしたらいいですか、はい、じゃあ、ジュラちゃんの方から、はい、よろしくお願いします。つまみちゃんほっといて、はい、本日から2日間はチア交流として、M スプラッシュの皆さんのコラボダンスを披露します。はい、ゆうかさん、2日間よろしくお願いします。はい、ゆうかさん。はい、皆さんこんにちは。M スプラッシュリーダーのゆうかです。3年ぶりにファッションの皆さんとダンスコラボをさせていただきます。久しぶりに神宮球場に来させていただき、とても緊張していますが、スワローズファンの皆さんと、マリーンズファンの皆さんと一緒に楽しんでいけたらいいなと思います。超幸せです。M スプラッシュの皆さんにはオープニングダンス、そして5回のパフォーマンス、さらにラッキーセットも登場ということでね、はい、楽しいパフォーマンスを期待しています。そしてマー君、ちょっとなんかここ騒がしいけど、はい、マー君にね、悩む、マリーンズファンも多く来ていますので、自由に思いっきりご連絡ください。マー君、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは今からのスワローズ選手のウェルカムコメントいきます。チェックアウト。東京ヤクルトスワローズの木澤直美です。本日もご来場ありがとうございます。マウンドに向かう時の皆さんの拍手が力になります。今日も熱いご声援よろしくお願いします。2年目の木澤投手、先週土曜日はね、楽天戦でリリーフで登板して
手口投げるナイスピッチングで3勝目を挙げました。さあ、ここで東京の沖縄、ぜひ待っていて、両手を挙げてピッチングをお越しください。よろしくお願いします。さて、今シーズンのヤクルト球団神宮球場では新型コロナウイルス感染